番手に山本という得点、12番手山下、11番手マイク、13番手手口、14番手栗本、15番手大島、16番手久住、17番手太田、18番手ジュニアの荒木、19番手に松下、20番手にゴルフ橋、そして21番手小坂、22番手ハイマンというさあ21台のスターティングブリッジを全て整いますとシグナルに赤が点灯を知らせます。オールレッドからブラックアウトしますとレースはスタートになります。スターティンググリッドがじわじわと整ってきました。昨年の開幕戦は平川亮選手3番手スタートから優勝でした。今日3番手のポジションにいるのはイアム・ローソンです。野尻選手は開幕戦で優勝を飾ったのは2021年の富士でした。今日勝てば2年ぶり開幕戦ウィナーの称号を手に入れます。先ほどもお伝えしているようにスーパーフォーミュラー、そしてフォーミュラー日本を遡ってルーキードライバー、デビューのドライバーが開幕戦を優勝したという記録は残っていません。さあそのリアム・ローソンが新しい歴史を作ってくれるかどうか。 FIAM2 ランキング3位の実力者です。全車グリッドロックオン整いました。シグナルに注目しましょう。オールレッドライトアウト、今スタートになりました。まずはやはり宮田がちょっとスタートで遅れたか。宮田がスタートで遅れた。4番手の今大湯が2番手に上がっているか。そして何台かストールしている車両があります。スタートできなかった車両が何台か。
そしてカーナンバー3番の山下健太も、オープニングラップスタート直後にマシンを止めています。マシンが
からが宣言されて、現在 KP からが続いています。周回数は4周目に入っています。さあ、今日のレポートなんですけれども、タイヤ交換ですね。先ほどちらっとお話ししましたが、トップの車両が第1セーフィーカーライン、ピットロードの入り口付近にあります。第1セーフィーカーラインというセーフィーカーラインというラインがあるんですね。そのラインを越えたところから最終周トップがですね、入る前に、タイヤ交換を行いなさいよという、1回のタイヤ交換を行いなさい、1回以上のタイヤ交換を行いなさいよという、そういったルールが今回採用されています。ですから現在はまだ周回数4周ですから、ここでピットに仮に入ったとしてもですね、タイヤ交換、これはですね、カウントされないということになります。さあ、セーフィーカーランでタイヤが冷えないように、ブレーキも冷えないように加速減速を続けながら、今右左ですね、ステアリングを切りながらタイヤを温めているという状況です。今カーナンバー19番と3番と7番の、アクシデント、ターン1のアクシデントですね、 VTR コーナーのターン1のアクシデントに関して、今新規に入るという情報が入ってきました。接触についての検証が行われるという、オープンラップの話ですね、これね。TGR コーナー1コーナーのどうやらですね、今デブリの撤去などは終わりまして、コースクリアにはほぼなった感じにも見えます。さあ、この後セーフティーカーのルームにありますフラッシュライトが消灯をする、消えるとですね、レースが次の週で再開されるというサインになります。セーフィーカーインスラップが、文字情報でも出てくると思います。セーフィーカーインスラップの文字情報が入りましたら皆さんにすぐにお知らせします。周回数は一周のままになります。セーフィーカーの場合は
業が行われているのでしょうか。ちょっと今監視機関では作業が行われている状況というのはありませんので、ひょっとすると例えばレッカー車の方がですね、またスタンバイの位置まで戻らないと次アクセントが起こった時にまたすぐに対処できないというところがあるかもわかりませんが、現在のところはまだセーフティーカーが続いています。周回数はこれで解除しますと6周を完了して7周目ということになります。今シーズンから SFO のアプリで皆さんも、ドライバーアイと言いましょうか、ドライバーの目線で、音声の映像などもお楽しみいただいているかと思いますけれども、チームラジオも SFO のアプリでは聞くことができますから、お目当ての選手、お気に入りの選手がいらっしゃるようでしたら、そのお気に入りの選手をですね、チームラジオの方もぜひ聞いてみてください。さあ周回数は7周目に入りました。まだセーフティーカーのランは続いています。さて順位をちょっと確認しておきましょう。今画面左側に順位も出ていますが、18台が現在は走行が続いています。現在はヤクルトモスが先頭、2番手大江戸市、3番手に宮本大将、4番手には宮崎の4、5番手には山本直樹、6番手には佐藤萌です。1コーナーに振り返る。